なんかそれでなんかスタジオの外のなんかスタジオに見えるスタジオに見えるスタジオになのでなんかもう直接スタジオに行くみたいなんでいずれにしてもいずれにしても完結するのはあのなんで、いただきましょう。あのね、佐藤さんに僕もそうなんだけど、メールは届かないことが、この度は届かないことがね、すごいな。それも黒だってよ。それはマスクが必要なんじゃないですか。黒いマスクにマークつけろ。じゃあベースはマイクいらないのか。はい。ちょっとラインで入れてもらえれば。あ、じゃあ、ギターこっちで。あ、そう、ベース、ライン取りで音に影響がないんだったら、やっぱり、うん、どうだろう、ドラムを中心にベース、ギター並んだ方が、そうです、絵になるんじゃないかなって思うんだ、うん、マイクがかけないのであれば、ベースはもう完全にライン取りでしょ。で、ギターこっちの方向いてれば、一応向こう向いてるから、あとは前入らないだろうし。あ、もう初めからそう手つけちゃってるの？男の人だと手入れられないよ、多分。あ、うん。あの、片方だけ。そうそうそう。あ、片方だけ。ちゃんと自分で管理してください。名前書いてあります。はい、ベースボックスは。ベースボックス。どうしたんじゃない？これは何なの？いや、要はそのギターは自分の。いや、全部聞こえない。遠吠え。だから、ここの一式音から始めて。はい。で、夢花さんたちはもうカメラウーマンになってもらうってことですな。会見じゃなかったの？え？会見だったと思って。関係なくなったら入場料払います。後でね。
は合ってる。どっから？太陽から。じゃあ始めから。オフィスのビルの窓の外、大きな空に浮かぶ雲、時間に追われる毎日を超えた景色がそこにある。暮らしに渦漏れて自分を忘れてしまうとき、ギターを奏でて口ずさむ何気ない歌がくれるもの、ことの切なさに流されそうになる僕のまぶたを開けてくれる歌、空の青さが見えてくる、自分に素直になりたいと思う気持ちを歌にして歌ってゆきたい、いつの日も自分を忘れないよ、思っていることや日々の何気ない出来事を飾り気のない歌にして歌い続けて行きたくて、一人だわけでも構わない歩みを止めて僕を見て、僕の小さな音楽を聴いてくれたら嬉しくて、上手じゃないけれど僕の歌うこの歌が僕の周りの人たちに何かを語れるものならば、何かを語れるものならば、
でした。やっぱりちょっと。いや。君と僕のメロディー、テイク2、いきます。不思議だね、君と僕、今までずっと一緒にいたみたいに、ほらそのタイミング同じこと言おうとしていた。数え切れないほど散りばめられた星の中から僕を見つけてくれてありがとう。僕らはいつもつながってる。同じ夢を追いかけてる。エンディングだった。いや、いいっすよ。いや、咳が出てちょっとしょうがなかった。してしまって。大丈夫です。それは。誰かティッシュ持ってないですかね。ティッシュ。ティッシュあるよ。いいっすよ。はい。OK ですか？しょ。カメラ OK です。OK。後ろ決めよう。左側の顔の方がいい。OK。録音 OK ですか？はい。じゃあ、巡り合いは奇跡、テイク3です。きらめく夕日の波間に映る君の横顔は
セピア色の影のよう光を独り占めしていた見つめる僕にふと気がついて頬を染めて這い込んだ初めての言葉は受点髪が風に解かれてた見知らぬ海の砂浜に言葉はいらない二人君の小さな肩を抱いて目と目で交わす愛の言葉普通だと 寝てる時間だからね。本当にいろいろと
いろいろ迷惑かけてたもん。クラリネット感動だったよね。よかったね。の曲を。そう。だってあれさ、もしクラリネットなかったらさ、ドラムとね、ベースの生ギターだけ。あれだ、あれやった。ボン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 って。うん、ボン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 。コンコンが。そして笑った君からこぼれる優しい言霊たちは、あの手紙の文字から浮かんできた君そのものだったから、いつかいつかこんな日が来ることをずっとずっと心の奥で感じてきていた。ありがとうって組み上げた一度きりの夜空、遥かに輝く星一つ、お前も同じ気持ちかい。また会う日まで、会える時まで。